山本町の空き家の庭に火のついた紙を投げ入れたとして近くに住む26歳の男が逮捕されました非現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されたのは山本町麻生原のアパート従業員五十嵐祐太容疑者です警察によりますと昨日午前11時半ごろ山本町の空き家の庭に火のついた紙を投げ入れ 空き家を燃やそうとした疑いが持たれています火は近所の住民がすぐに消火器などで消し止めましたが庭の下草の一部が焼けました警察の調べに対し五十嵐容疑者は悪いことをしたと容疑を認めているということです現場周辺ではこのほかにも先週から空き地や道路脇などの下草が燃える火事が3件起きていて警察が関連を調べています